酒井。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた兵術ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴へと思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。お前には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。あなたの意志とは思えません。そうか。なぜそう思うのだ？女子と恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたよ。お主の叔父君は大層愉快なお人だ。違うのですか？全てわしが決めたこと。指南役を捨てたこと。そろそろ用心しろ。巴はおりません。進むぞ。
かけろ、ノブ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼすぞ。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。敵襲。して弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようと。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才。気づくのが遅すぎたかな。
물을 따라 싶어 がある。モーセ、石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾博典に撃たれた者のこと。黙れ。長尾博典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。うん、村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、いい子だ。